福チャンネルです。カタールワールドカップ2022の決勝戦が終わりました。アルゼンチンの優勝おめでとうございます。この福チャンネルでも僕がね、フランスの1対0じゃないかという予想をしましたが、それを覆しアルゼンチンの優勝で、終了しました。アルゼンチンサポーターの皆さん、おめでとうございます。それにしてもすごい試合でした。これはやっぱり、まあ、スタジオ解説もさせてもらいましたが、スタジオでももうすごいことになりました。もうアルゼンチンの試合の入りがものすごい素晴らしい入りで、逆にフランスが、まあ、どう出てくるかっていうことで受けなきゃいけない形になりました。そしてもう前半特にですね、ディマリアの起用法ですね、メンバーはどうなるかなと思って予想はしてたんですが、まあ、ディマリアが入ってきたかと、そして右からね 4-4-2 のような形で攻めてくるのかなと思ったら 4-3-3 のような形で左サイドからディマリアといったところで、ここでもキープされ、そしてメッシにもキープされということで、まあアルゼンチンは左サイドを有効に使ったなと思います。そのディマリアを抑えきれずにクンデがちょっともうきつかったですよね。こう交代ね、延長でしたんですけど、もう最初からもそうでもあったし、ディマリアを止められなかったので攻撃にやっぱ出てくることもできなかったと、フランスがもう機能しなかったという前半でした。ある程度エムバペが守備をなかなかしないということで、右サイドから攻めてくるかなというふうにも思ってはいたんですが、どちらかというとアルゼンチンは左サイドのディマリアを使って、どん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 仕掛けていくということですね。まあ、メッシは もちろん自由にして、まあ、局面打開っていうことでの仕事っていうのはしていましたけれども、やっぱこう前半はディマリアの効果があった、プラス、まあ、20番のマックアリステルかな、が、まあ、いいところで、サポートしながらというところのバランス、24番のフェルナンデス、そして7番のデパウル、その中盤のバランスがうまく取れてたなと思います。デパウルがすごいですね。まあ、ディマリアもすごいなって言った前半ではあったんですが、デパウルの運動量がすごいですよね。まあ、10番のメッシが今回の決勝戦でこれでもかっていう、いや見たことないよっていう守備を、まあ、してはいたんですが、そのカバーを全部デパウルが守備をしてたと、プラスデパウルが攻撃の面でも出てきてたというので、アルゼンチンの前半これで持つのかなっていう予想は、まあ、したんですが、ものすごいアルゼンチンの前半だって、フランスがシュート打ててないんですからね。まあ、これがね、まあ、中4日のアルゼンチン、中3日のフランスっていう部分はあるかもしれないですけれども、いやそういうのを抜きでアルゼンチンの球際の強さ、そしてアルゼンチンはペナルティーエリアの中へ入られてないので、一番ね今大会、まあ、そういうところの中盤の厳しさ、守備ですね、まあ、ディフェンスラインのもちろん厳しさっていうのは、まあ、今大会通して素晴らしかったなと思ってます。もう前半はまあ、アルゼンチンっていう話はしてますけれども、もう17分にデパウルの守備カットからメッシの崩しであったりとか、14分ボランチ、相手のボランチ2人を突破してメッシがフリーであって崩しに入るとか、まあ、中盤のところで優位に立てたということで、まあ、攻撃の、ね、質は上がったんじゃないかなというふうには思います。まあ、そしてね、この21分に PK ですね。まあこのデンベレはちょっと軽すぎたんじゃないかなと思いますね、ディフェンスがね。もちろんね、突破されたらいけないとか あるし、誘われて切り返しに引っかかってしまって後ろ足でちょっと、足を出すみたいな守備をしましたが、まあ、突破されてやっぱ後ろから行ったら、まあ、引っかかってしまうとか、
ディマリアンをちょっとスピードを緩めて後ろから引っ掛けられるような仕掛けをされるとか、まあ、このデンベレのちょっと軽さっていうのが動いた、この試合が動いたと言えると思いますね。まあ、PK もメッシは素晴らしかったですね。まあ、クロアチア戦でね、上にドカーンと蹴ったことによって、どっちにするのかなと。まあ、それまでもね、こうキーパーを見ながらの PK っていうのもありましたけど、この決勝戦の一発目の、そしてロリスでってなった時に、やっぱ強く信じて蹴るっていうのはあるんですが、キーパーを見てワンテンポずらして蹴ったというのはさすがだなと思いました。はい。まあ、2点目のディマリアも、まあ、ものすごい良かったですよね。ここのね、崩しが最高でしたね。もうディフェンスがダイレクトで、20番のマクアリステルに落として、まあ、相手のボールだったと思うんですよね。それを落として、そのマクアリステルがダイレクトでメッシに落として。で、メッシのところで取りどころって言って、フランスの選手がパッと行った瞬間に、ツータッチして、外の選手を使う。その間に、さっきワンタッチで、メッシに渡したマックアリステルが裏をこぼーっと走っていった。やっぱりフランスがやっぱ取りに来てたんで、その2列目の動きというような、3人目の動きが2列目の動きで、サイドからフリー、そしてその後に逆サイドからディマリアが入ってくるというね、ワンタッチを使ううまさ、そしてメッシのツータッチのキープのはたき、それだけではなくて3人目の動きをして、最終的に押し上げてるディマリアがシュートをすると。これは本当に素晴らしいゴールだったなと思います。まあね、この後半にフランスがどういう風な仕掛けをしてくるかなっていうことは思ってたんですが、前半デンベレのところもそうだし、グリーズマンが、まあ、怖いっていうかスペースを埋めなきゃっていうことで3枚に並んだ時のチュアメニとファビオのバランスも少し悪くなり、ジルーがね、こう、守備を行ってるんだけれども、限定、一人じゃしきれなかった部分もあったりとか、ちょっとね、フランスが、バランスがおかしかったなというふうには思います。まあ、これはアルゼンチンがやっぱり良かったと言った方がいいと思うんですよね。まあ、それでね、デシャン監督がジルーとデンベレを前半のうちから変えるっていうのは、もう2点取られたからだと思うんですが、まあ早い仕掛けだったなと思います。で、後半ね、どういうふうにフランスがするかなというふうには思ったんですが、そんなに大きく変わらなかった。まあ流れもそうですね。アルゼンチンの良さが出てきたんで、このままアルゼンチンが逃げ切るかなっていうには思ってた、まあ矢先というか、左サイドのディマリアを変えて後半19分かな。それでアルゼンチンが 4-4-2 のような形。まあ、ディマリアが前だったのも、アクーニャはちょっと下がれるっていう感じですかね。まあそういうふうにして、まあ守備のところでスペースを埋めに行ったりっていうことをしたと。そしたら、フランスが、26分ですね。コマンとカマビンガを入れて、まあ、左サイドにカマビンガ入れた。できるんだとか思いながらも、やっぱ結果、カマリンガの持ち運びっていうのは相当効果的だったし、コマンが打開してボールを運べるようになったと言ったところの関係で、まあ、フランスが一気に自分たちのペースにし始めて、あとプラスちょっとルーズ的な感じですね。もう前にボーンと出して、もうエムバペの PK のシーンなんか特にそうですね。ある意味ちょっと裏を取ろうみたいなルーズボールでこう行ったところをね、スピードのテュラムがオタメンディをかわしてっていう、なんかこう綺麗というよりもがむしゃらさっていうのが出た PK だったんで、もう1点入ってからの次でもそうですね。コマンがメッシからボールを奪って、ラビを展開して、
中にトゥラムがいたんで、そこに出すかなと思ったら、ラビオがちょっと浮き球でエムバペに出して、エムバペもヘディングで落として、トゥラムとワンツーする。そしてそれがね、浮いてたんで、ポーンポーンとなったから、エムバペもドリブル、コントロールしてドリブル仕掛けてシュートするかなと思ったら、あのボレー。まあ思い切りもいいし、まあ技術もすごいですよね。こう来たボールを叩きつけながら、まあキーパー触ってもやっぱり、まあ勢いがあるんでなかなか取れないというところで追いついた、この、劣勢の中でも一気にものにできる強さ。これ日本にもありましたよね。後半、行くぞってなった瞬間にスペイン戦の後半一発目に取れて、その勢いですぐに取れるとか、ドイツの1点取って、ドイツから1点取ってからの勢いっていうのは、もうね、10分以内に点取ってるわけですから、その勢いが今回もこう出たなというふうには思いました。まあこうなったらフランスのペースかなって言って、チャンスもありつつも延長に入ったらね、メッシの崩しであったりとか、まあ、延長前半にパレデス入れたも大きかったかもしれないですね。アンカーでどっしり、まあ、フェルナンデスがいたんですが、バルデスがしっかり構えてっていう、で、潰すところは潰しに行ってっていうところのリズムを取り戻した部分もあるのかなというふうには思います。まあ、そしてね、延長後半4分に、メッシが点取る前、前半の15分だ、そのメッシからの崩しで、ウパミカノのスライディング、もうさあ、こう左サイドから崩して最後にシュートって言ったところにウパミカノが斜めから出てきた、あのスライディング、あれはちょっともう日本人では真似できないようなスライディングだったなというか、身体能力だなという感じはしましたね。迫力が違う。まあ、そこでね、前延長後半の4分にメッシが右足でゴールしたんですが、まあ3人ね、こうの崩しから、まあ、シュートチャンスがあって、ロリスもめちゃくちゃいいセーブではあったんですが、メッシの前にこぼれて点を決めた。いや、メッシな、さすがメッシだな、これメッシの大会だなって、これで終わるんじゃないかって思ったと思いますが、さすがフランスというか、シュートを打って肘に当たって。でもやっぱりそれだけ押し込んだっていうのはね、大きな影響だとは思います。そしてエムバペも2本目の PK なのに、まあ、しっかり逆つくというか、相当なプレッシャーの中エムバペも決めたな。ここでね、エムバペのハットトリック、あとは得点をメッシで行くんだろうな、でもエムバペが逆転した、ね、そしたらメッシが決めて、おお、じゃあ2人同時かって思ったらエムバペもまた決めるという、まあ、得点王にふさわしい活躍をしたと思います。ただ試合はそれどころで、それでは終わりません。延長のね、もうほんと後半の最後にコロムアニが1対1で抜けて、マルティネスがセーブしたりとかね、そのロリスのセーブがあったりとか、もうどっちが勝ってもおかしくないぐらいの、もう息ができないほどのもう展開だったですね。もうね、見てても疲れたというか、前半のアルゼンチンペースですごいね、後半フランス、やっぱりアルゼンチンに飲まれたままじゃんっていうところでは、こう試合展開がなかなか動かないから、デシャン監督どうすんのかななんかって思ってたりした時に、まあ、こういう出来事も、まあ、PK っていう出来事もあり、若干ルーズにした方がフランスの勢いが出てきて、まあ、躍動感が出たというので、まあ、アルゼンチンがペースを取られたといったところ、そして前半良かった分、体力的にもアルゼンチンはちょっときつかったんじゃないかなっていうのも感じてはいたんですが、延長のあのアルゼンチンの巻き返しってことを考えたら、体力がなかったとか、持たなかったってわけでもなかったんじゃないかっていう、なんか、すごい、まあ、カジマの掃除からというよりも、僕は本当に気持ちのパワーというか、気持ちの
入れ具合でここまで変わるんかなっていうのが、正直なところですね。これで日本が決勝戦に行ったりとか、まあ、優勝するってなったら、まあ、これぐらいの強度は必要だなと、もちろん運動量も必要だなと思いますね。まああとは PK 戦は、まあ、エムバペとメッシが一番手に来るっていうところがね、この大会を物語ってるというか、一発目の大事さっていうのは、まあ、ここのね、決勝に至るまでも日本もそうですし、まあ、スペインもそうですしと、もう PK が数多くあって、やっぱ一本目の大事さっていうのはものすごい感じたんじゃないかなと思ってますんで、まあ、ここエムバペとメッシがやっぱちゃんと決めるというね、あとはもう本当にキーパーとの駆け引きだと思うんで、マルティネスがね、まあ、駆け引きに勝ったと、まあ、言えるんじゃないかなと思います。まあ、2002年のブラジル以来南米が優勝できてないっていうのもありましたんで、そしてメッシがね最後なんで、メッシが優勝カップを掲げたストーリーって すごいなって言ってたそのままだったというか、やっぱメッシの大会だったなというには思います。まあ、今後ね、本当日本がこういう世界の選手と戦っていく、まあ、ベスト8の新しい景色をということを目標に、また4年後、3年半後か、もう次は夏であるわけですから、3年半後を見据えて、まあ、監督をこれからね、決めて、そしてまた選手が若返っていく、というふうにはなりますが、まあ優勝していくっていうことをね、日本サッカー協会が宣言している以上、この決勝戦の両チーム、あの試合をしていかなきゃいけないとか、メッシ、エムバペのあのレベルの選手を止めなきゃいけないっていうことを考えたら、まだまだ日本がやるべきことっていうのはたくさんあるんじゃないかなと思います。まあ、今大会日本も世界と戦うというところの力っていうのはやっぱり証明しましたし、でも決勝戦を見たらこれでまだまだ日本は足りないなと思うことがやっぱ多いわけですし、じゃあ日本が勝ってたらまた次戦えましたかっていう体力面、怪我面って考えたらやっぱ厳しい。それがやっぱりチームの総合力ではあるし、予選リーグの戦い方でもある。まあ、それは今回アルゼンチンにしてもフランスにしてもクロアチアにしてもモロッコにしてもね、やっぱこう7試合、優勝するまで7試合っていうのはある程度考えながらの戦い方ができるだけのまあ力があるっていうことですね。まあ、日本はそこまでの力がないので、やっぱ力を使い切りながらの戦いになってしまったところはあったと思います。まあ、今後ねそういうところも含めても個々の能力を高める、組織的に戦えるっていうのは守備から攻撃に行くっていう部分ではね、強い相手には通用したけれども、ボールをキープした時に力を発揮できてなかった、まあ勝てなかったっていうことを考えてもまだまだ足りないところの一つだと思いますんで、そこへ個の力とで戦いに行くのか、まあ、組織で攻撃の形をどんどん作りながらっていうことにするのか、まあ、今後ね監督を決めて、まあ、突き進めべきいい道っていうのは分かってきたんではないかなというふうには思いました。もうやっぱりワールドカップはいいですね。そしてサッカーって最高ですね。カタールにねこう最初に行かせてもらいましたけれども、ドイツ戦を目の前で解説もさせてもらって勇気をもらい、そしてねこちらに帰ってきて日本の盛り上がりっていうのを肌で感じて、やっぱサッカーの魅力っていうのを再確認させてもらいましたし、やっぱ日本のサポーターも、まあ、伸びしろあるなと、ここまで盛り上がれるっていうところはね、僕は2002年のワールドカップを経験させてもらって、皆さんの応援っていうのを肌で感じて
一人ではありますので、あの盛り上がりをもう一度ということでの今回の日本の盛り上がりはすごいものだというふうには思っております。また総括の YouTube は撮りたいなとは思いますが、ひとまず1ヶ月ぐらいのねワールドカップのみんな寝不足じゃないですか、ね、お疲れ様でした。サッカーにまたね取り憑かれたっておかしいですけど、まあ、僕は再確認、させてもらえた素晴らしい大会ではありました。またこの YouTube もチャンネル登録いいねもよろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。それでは。